はい、タンタンです。今日ご紹介するのはアヌエヌエの M2 のこちらマホガニモデルでございます。こんな感じです。まあ、サイズ感見てもらえると分かると思いますけれども、こうちょっと小ぶりな、ギターになっておりますので、持ち運びも便利かなと思います。で、しっかりしたこう動圧がございますので、弾いた感じかなり音量も出ますし、こうなんていうのかな、ミニギター特有のこうちょっとあの薄っぺらい音っていうイメージとはまた違うギターに仕上がっておりますので、こういうギターちょっと手にしたいなという方にはとてもおすすめな個体となっております。アヌエヌエのこちらバーズギターシリーズですかね、のこのサウンドホールのね、ちょっとこう中央から上気味にある可愛らしいルックスがとてもキュートな一本になってますので、ぜひ、ご検討いただければなと思っております。ちょっとじゃあ弾いてみます。こんな感じで、音量がとても あるのがお分かりになるかなと思うんですけれども、マホガニモデルのどこかこうウッディの黙々しい感じの音っていうのはね、ブルースなんかでもとてもかっこいいかなと思います。感じになっております。うちの方で入荷したり調整いたしまして、原稿の方も今現在セットアップしまして、12フレット6弦側で 2.5 から6 2.56 ぐらいですかね、1弦側で 2.12 ぐらいですね、になっておりますので、弾きやすく感じていただけると思います。そんな感じで、何本か今在庫の方もございまして、ピックアップ付きもありますので、今のところ もしよかったらそちらの方もご検討いただければなと思っております。それではアヌエヌエのバーズ M2、 アヌエヌエのバーズ、型番で言うと ANN の M2になるのかな、お問い合わせお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。タンタンでした。